80年代90年代の食文化の思い出教えてください。ぬるいビールが私の思い出の中に一つあります。ぬるいビール。日本人の留学生としょっちゅう飲みに行ってたんですよ。この頃っていうのは、まあ、ビールというものはあるにはあるんですけれども、東洋医学の観点がやっぱり根強くみんなの中にあって、うん、要は体を冷やしてはいけない、つまり冷たい飲み物は体に悪いというイメージがすごく強くて、放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きの皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。80年代90年代の食を語ろう。今となっては当たり前の食文化も一昔前はなかったり、あるいは昔当たり前だったものが今はなくなっていたりとか、いろいろあると思うんですね。今日はそんな、ね、皆さんの食にまつわる思い出をフリートーク形式で喋っていきたいと思います。ではね、誰から行きましょうか。ちょっとじゃあゆうさん行きましょうか。あなたの80年代90年代の食文化の思い出教えてください。ぬるいビールが私の思い出の中に一つあります。ぬるいビールそう、あ、それめっちゃ気になる。はい、はいはい、90年代が私の大学時代だったんですよね。で、その時日本人の留学生としょっちゅう飲みに行ってたんですよ。あの頃っていうのは、まあ、ビールというものはあるにはあるんですけれども、どうしても東洋医学の観点がやっぱり根強くみんなの中にあって、要は体を冷やしてはいけない、つまり冷たい飲み物は体に悪いというイメージがすごく強くて、はい、それで普通の例えば中国人しか行かないような地元のレストランだと、ね、一応冷蔵庫あってほんの数本ごくごく少量しか置いてないんですよ。そうするとね、うっかり入ったところでは私たちはそれまでもぬるいビールは普通のビールだという感覚でいたんですよ。そうすると他の留学生が、当たり前だから、そう、なんでこれぬるい、こんなにぬるいものは飲めないっていうのがすごいみんなブーブー言って、それで最初の 1,2 本ぐらいはもうしょうがないから我慢してぬるいまま飲むんですけど、一応最初の注文からちょっと数本ね冷やしておいてってお願いして、大体ね、その中にもし世話好きなおばちゃんだったりしたら絶対に言われるんですよ。体に悪いからやめなとか。そう、それがでも当時はね、もう20代だからまあ、大丈夫大丈夫、もうとにかく冷やして冷やしてくれと。そう、男の人たちでも、もうそれこそね、今でも私の友人が最近胃の調子が悪いから一緒に今日飲むけど今日は常温のビールにするわとか言うんですね。なので今でもやっぱりね、あえてこう体を守るっていう意味ではあえて常温のビール飲む人はいるぐらい。いるんだ。もちろん今のほとんどの人はもう冷たいビールが美味しいって分かってる。さすがに気づいたけど、分かってるけど、やっぱりもう最近飲みすぎてるとか、胃の調子が悪いから、すごいね。それが、ね、この話強烈だな。当時は本当に外国人が例えば北京のホテルだとか、外国人がよく行くところは全然普通に冷たいビール出てるんですよ。出てるんですよ。だけど地元の人たちが行くようなところだとやっぱりこんな感じでね。ゆうさんだって、でもそこで大学生の時、初めて友達にね、いやいや、ビール冷たい方美味しいよって言われたわけじゃないですか。で、はい、何言ってんのって最初にあるじゃないですか。いや、私はね、結構暴言好きで、あ、じゃあ今日は冷たい方。あっさりと。そうなのって。じゃあこっち冷たい方飲んでみるわってなって、確かにこっちの方が断然うまいってなったんですよ。いや、そうなりますよね。
なります、なります。その時ショック受けなかったですか？私が今まで学んできたことは何だったんだろうかみたいな。そうですよね。だから、うん、正直ね、私と同年代の人ぐらいからは、うん、もうだいぶ東洋医学どうこうっていうのがうざくなってる、なりつつあった、うん。なるほど。体を冷やすな、冷やすな、もう食べ物で、うん、これとこれ合わせたらいい、体にいいとか、なんかうるさくて、ちょっとあんまりね、すごいこう信じる人じゃなかったので、まあすんなり。なるほど。そういうのかね。いや、ちょっと、いきなりすごいネタだな。面白すぎるな。面白い。はいはいはい、面白いね。ちなみに、ゆうさん、中国でお茶はさすがに冷たいの飲まないですよね。そうですね、冷たいお茶はですね最近あります、うん、ペットボトルもありますし、缶に入ってる、もう冷たくして飲むお茶も実は今全然普通にありますよ、だからやっぱりね、こういうところからも時代の流れを感じます、うん、意外だな、俺中国人飲まないのかなと思って、そこは固くなり熱いのがお茶だっていうイメージがあったんです。そうではないんですね。そうではないんですね。ただね、20年ぐらい前からペットボトルのお茶出るんですけども、やっぱりなぜかね甘いんですよね。アメリカと関連性あるかと思う。アメリカとかと同じような感じ、はい、なんか初めて北京にか、その20年ぐらい前にこうペットボトルが 出回るようになってから嬉しくて買ってみたんですよ、うん、そしたら甘い、うんうん、何これっていう面白すぎる。岩渕さんはいかがですか？なんかありますか？私はね、タピオカです。タピオカ、タピオカ、タピオカ初めて出てきた時どうでした？ちょっと私の感想を言う前に皆さんにちょっと聞きたいんですけど、それも最初の一番最初、一番最初ブームの前のやつですよね。もう前、もう一番前、本当。小粒だったら結構好きでしたよ、うんうん。ちっちゃな粒ですよね。ちっちゃい粒のやつ。うん、はい。そう、あ、別にびっくりしない。びっくりないないない。まあ、意外とびっくりしない。私ね、田舎なんですよ。まあ育った場所がね、田んぼいっぱいあるんです。最初あタピオカ見た時、私はカエルの卵。あもうね、びっくりした。なるほど、食べるのって。小学生とかもザリガニ、オタマジャクシ、もう遊んだ人だから、なんかつぶつぶのなんかこれ美味しいよって言われても言われてみればそれが確かあれ食いもんかってなっちゃうか。なんか寒天みたいな、何これ。衝撃でした。甘いし、なんじゃこれ、甘いし、ね、甘いし。でもどうですか、炒めしブームって90年代ぐらいだから、多分だからさっきの、まあ、うん、タピオカもそうだし、ティラミスとかティラミスね、出てきた時代、いや、そういう意味で言うと遠くで見てたって感じがやっぱなんかあるんですよね。あの当時なんか初めて耳にする言葉とか、こう、うん、おふくろが絶対作らない料理がこう出てきたなみたいなのがすっごいあって、俺の思い出で言うとドリアっていうものがあるらしいっていうのをこう中学高校生ぐらいで知って、で一回食べたんですよ。僕、うん、宮城県っていうところで仙台に行くとドリアがあるからドリアを食べたわけですよ。なんじゃこのチーズのめっちゃ美味しいやつはっつって、お風呂にドリア作ってよった時になんか牛乳のなんかベチャベチャしたものが出てきて、これはドリアじゃないって、子供の心にこれはドリアじゃないんだって、もう俺が食べたドリアはこれじゃないって言ったら、今その話聞いて思い出したな。でもドリアって、うん、イタリアンっぽいじゃないですか、うん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 、違うんですよね。え、違いますよね。イタリアでドリア食べないですよ。イタリアじゃないですかね。いや、俺ずっとイタリアだと思った。確かに見ないか。あれってどこ？見ない見ない。あれは日本人の多分アイデア料理だと思いますよ。あ、そうなんだ。確かに。あれナポリタンとかと同じ感覚じゃないですか。いや、だからその点のなんていうかな。スパゲティって呼んでた時代、ナポリタンとスパゲティの時代からどこかで
カルボナーラを知るとかね、うんうん、ペペロンチーノっていう単語を知らないんじゃない、うん、ましたね、うん、あの食べ物初めて食べたみたいなんでなんか思い出す、うん、ゆうさんとか島津さんがカルボナーラって出たじゃないですか。実は私ももう一つの思い出はまさにこれで、うんうん、私たちがね外食するって言った時に、どういうふうに相談するかっていうと、うん、じゃあ今日は四川料理で行く、今日は広東料理がいい、おーおーおー、中国の中華の種類で、そうそうそう、中華の種類、今日はじゃあ、あの、鍋系に行こうかとか、なんか辛い料理とかね、あの、粉料理とか、広東料理。なるほど、なるほど。で、80年代から90年代の前半にかけて、洋食らしい洋食っていうのがあんまりないんなかったんです、うん、まだね、そうですね、でも私大学の時に、うん、イギリスから来てた留学生とめちゃくちゃ仲良しになったんですよ、うんうんうん、なるほど、うん、である時じゃあ大使館 の集結しているエリアがあって、うん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 、めちゃくちゃ美味しいパス、あのスパゲッティの店あるから連れてってやって言われて、それで行ったんですね、うん、本当にもう中国人が多分私しかいないような、もう全員外国人白人の方たちがね、行ってるようなところへ。で、初めてパスタ食べ、スパゲッティ食べるから、全然もう英語で書かれてるし、わかんない。じゃあ、何々くん、あなたのね、好きな、その、あなたのおすすめでいいよって言って、なるほど、わかんないからね。くれたのがカルボナーラで、そう、しかも、めちゃくちゃあのお店本格的で、もう周りにいる留学生たちはもうみんな大絶賛。もうこれめちゃくちゃもう本国で食べたものと全く同じだ、めっちゃうまいってみんなね、はしゃいでたんですよ。だけどその時の私にとってはこんなクリーム系のスパゲッティっていうのは初めてで、しかもチーズの量もクリームの量ももう本当に濃厚すぎて、うん、いやもう涙隠しながら黙々と残しちゃいけないと思って、かわいそう。ダメだった。もうクリーム系が大、今でも大の苦手で。あ、そうなんですか。もうね、あれが人生最初で、もう今でこそまあだいぶ慣れてきたけど、当時はもうね、本当にダメなんだ。ダメで、もうあの濃厚すぎるんですよ。あのに、うちの主人とかも言うんですけど、日本のチーズとかクリーム系とかは程よいところで止まってるんですよね。要は濃厚すぎない。そのアメリカとかそのヨーロッパで食べるものは場合によってはやっぱりチーズ感が止まらないから、ね、そういうのあるでしょ。あれがもうトラウマになって日本に来てからもう10年以上カルボナーラ食べないや。食べない。あの余談なんですけど、はい、カルボナーラっていうとあの、うん、日本でもそうだしこっちでもそうなんですけど。うん、クリームが入ってるのがよく出てくるんですけど、うん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 、それは本場のカルボナーラではないらしい、本場のカルボナーラはクリームを使わない、パルメザンチーズと卵だけで作るらしいです、なんです。だから、多分本場のやつはもっと濃厚なんだと思う、チーズがたっぷり入ってるから、めちゃくちゃもう濃厚すぎて本当にもう止まらなかった、いやでもあゆみさんとかどうですか、炒めしブームどう見てました、アルデンテとか言葉それまで聞いてないはずですよ絶対。ある日誰かが、ね、やっぱパスタはアルデンテだなとか、うん、あの頃で誰かが言い始めてると思うんだけど、うん、それでそうやってあの 80年代90年代と育ってきて2000年代になって、うん、こっちに来て、うん、食べたパスタは衝撃でしたね。ふにゃふにゃで。ふにゃふにゃで。ふにゃふにゃ。アルデンテっていうのがほぼなかった。今でもね。今でもあるでしょ。うん、俺、オランダ行った時そうだった。もうふにゃふにゃで。ですよね。うん。食べれない。もう。続いて、ゆうさん。80年代、90年代、食文化の思い出、教えてください。もう一つ干し芋の思い出ですね。干し芋、はい、90年代で私はもうすでに日系企業に就職していて、うんうんうん、それである時日本人の出張者が今度中国に出張に行くっていう話になって、お土産を
どういうものを持っていこうかって悩んでたんですよ。なるほど。ああ、中国に持っていくと。そうです。それで私にメールをくれて、今度ね、茨城県の名産である干し芋を持っていこうとする、うんうん、持っていこうと思ってるけどどうですか、うん、喜びますか。ほうほうほう。で、このメールを見た時も大爆笑。何ですか。あの、日本ではやっぱり干し芋って結構高級品のイメージですよね。あ、まあちょっと分かっ、そのレベルによりますね。干し芋、あ、そんな高級品ですか。うん、いや、まあ私今でも茨城県に住んでるんですけど、うんうんうん、茨城県、あ、高いのがあるんだ。めちゃくちゃ高いんですよ。化粧箱に入って、もう4,000〜5,000円とか普通にします。そうなんだ。だって袋入りのものでも1000円ぐらいはしますし、あの普通の家庭用サイズでね。なので決して安いものではないんです。だけど80年代90年代の中国人にとっては干し芋干し柿のようなものはもうはちゃめちゃもう 安いもので、こんなのもらったらふざけてるのって言うくらい、そういう感覚なんですよね。そうなんですよ。あの、だいたいね、あの、要は当時スーパーも少なくて、みんな自由市場みたいな、もう青空、市場、うん、青空市場、のところでこう買い物するんですけど、あの、朝でできてる袋あるでしょ、あんな感じでもう無造作にね、あの1キロまあ100円ぐらいな、そんな感覚で、ね、売ってたんですよ。今日本に住んでるから分かるんですけど、箱にきれいに並べられたものをね、4,000〜5,000円のものを、その当時 あの出張者が、あの、なんとかこれを、まあ、すごく高級品だよっていう、うん、言って、ね、教えてくれたけど、じゃあ止めてあげたのね。それ教えてあげたんだ。それやめて、あのそれやめてって侮辱行為になるよってそうそうそう、例えば電気カミソリの方が断然喜ぶよって。いいからああ、そういうことだね。そうそうそう、なるほど、あ、面白いね。そういうのあるだろうな。本当は高級品なんだけどね。真逆でね。うん、真逆でね、そんなのいらないからっていうのね。うん、確かに、ね。田舎に行けばもうどの家にも自分で干してるし。うん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 。ありますね。なるほど。Thank you.